合法な手第3レースチャレンジ準決勝1組目スタート。少し様子を見ながら発走機を離れた7名でありますが、押し出される形で人気の一角1番徳島坂田義明から先頭員を追いかけていきそうです。先頭と2番手少し間が空きます。3番の椿義友、その後4番の戸塚亮介です。7番赤松誠一、2番の木名隆二、5番正田達人、地元長崎6番車松尾真と7番手。ラインは3つに分かれそうでありますが、3車となった地元九州は後ろ攻めになる雰囲気です。1周回目のまもなく4コーナー、1番の坂田が先頭に追いつくようです。予選2レースは野口周平を叩けなかったのでありますが、番手に収まり直線かわす競争でしたが2着に終わっています。2周目に入ります。4番の戸塚亮介が2番手に上がってまいりまして、3番手の外側から7番の赤松誠二、今日は1番坂田の番手です。赤松は昨日の3レースは兵道マーク最終ホーム外から追い上げて同期広川の後ろをツイストしての3着であります。3番手から4番戸塚亮介、今回1回ずつの実戦でありました予選競争、先行するも兵道のマクニークしております。追走3番の椿義友、もう2周3コーナー、5番の正田がここは気迫を込めての先行勝負打って出るんでしょうか。昨日の第1レース赤番から2周先行、別線の駒井を寄付けず見事な完封劇で逃げ切っております。今日は3分戦ながら唯一3者厚みを正田がフルに活かそうする構えか、打勝の周回です。4番の戸塚を蓋をしております。5番車の正田、3車の厚み振るかどうか。5番の正田には2番の木名、地元6番の松尾です。昨日の1レースワンツー決めた正田、木名の両者に地元の松尾、打勝を迎えて1番の坂田が前応戦する。坂田がここで3コーラ内側下げていきますが、取った先方箱田、2番手粘った、2番手粘って勝負をかけた、耐えで少し短くなった。4番の戸塚が仕掛けるは3番の椿がダッシュ離れしまった。4番の戸塚一人でまくれるかどうか。2番手三者並走、1番上田が4番の戸塚もここは浮いてしまった。2番手は1番の坂田が2番手を奪い取って、3番手は7番2番並走状況、7番の赤松が打ち外が2番の木田、3番手並走、その後3番椿、6番の松尾、6番手花江、4番の戸塚、7番手3番手まだもぜで4コーナーが直線、5番の正田先頭、1番の坂田がしっかりと追い込んでいます。ゴリ1番5番7番3番2番の4着争い、勝ったのは坂田義明。チャレンジ準決勝第3レース、正田の後ろもつれました。1番の坂田が2番手奪い取って最後追い込んでおります。正田選手も初日2日目気迫の動きを見せて2着粘って、あとは7番の赤松選手が3着です。1番5番7番坂田義明、正田達人、赤松誠二の上位3名、決定放送待ちください。3レースでした。